この時間は鹿島アントラーズ対ジュビロ磐田、こちらをご覧いただきます。このスタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。こちら現地昼の天候ですけれども、現在は曇っています。また時折雨という予報にもなっています。北澤さん、4-5-1のシステムで今日来ているんですが、このワントップ、期待されるところは大きいと思います。出来不出来で全く変わってきますね。そうですね、機能してくれないと攻撃にならないですからね、やはりまずはボールがこう収まるということが必要になりますよね、はい、一番の役割としては点が取れるということだと思いますけども、はい、まずは起点になるということができないと、役割を果たすことにならないですからね、はい、ワントップとしてそこにいる、そこでボールが収まる、そして攻撃につながる、もうこの役目かなり重いですね。そうですね、それをしてくれないと全体が押し上がれないので、攻撃のスイッチにはつながらないですからね、はい、鹿島のキックオフでスタートです。鹿島アントラーズ対ジュビロ磐田、まあゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね。シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。磐田絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。キーパーからのロングフィード、関川ここは対応します。樋口、上田、知念、縦へのボール、藤井、野々、素早いパスですよね、上がっていきます。知念、さあどうする、樋口、サイドへ、野々、右サイド上がっていきます。クロスが上がる、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかりそうしていかなければいけませんよね。決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。大きく前線へ、上田、知念へ、鹿島が最終ラインまでボールを下げる、上田からこのフィードパス、いい展開ですね。さあつながるか、お、いい形ですよ、いけるか、スルーパス、シュート、いやいや、ナイスセーブ、いやこれぞ守護神ですよね、素晴らしい反応ですね。ここで受けて藤井、ここで前を向けるか、激しいボールの奪い合い、うわ、取らないですね。樋口、サイドを使います。知念へのボール。もうこれいいでしょ。さあどうだ。いけるか。もうこれいいでしょ。上がる。下が。シュート。先制。アウトです。いやー素晴らしい。ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。ボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これは打つ前のパス交換が綺麗でしたよね。相手ディフェンダーは完全に翻弄されて対応遅れてましたからね。やはりマークを振り切る動きと決めれるところで決めることができる決定力がこの素晴らしいゴールを生んだんじゃないでしょうかね。鹿島先制ゴールが決まりました。1-0、精神的なゆとりを持つことで視野がガッと広がってきますから、ね、結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね。はい、スルーパス、山田、鹿島がこのファーストハーフ中盤に、もうこれいいでしょ、シュート、どう見えた、いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これさあどうする、上原、パスの交換、打つ、
ここ拾って次につなげたい鹿島アントラーズ。鹿島ボール、松本ここは奪います。ルーズになる。ここは通しません。縦へ送る、いいプレッシャー。もういい形じゃないですか。さあカウンタースピードを上げたいところ。もうこれいいでしょ。さあどうだ、ミドル、まだある、どうだ、山田シュート。これはいいセーブでしたね。まさに最後の砦ですね。素晴らしい反応でした。大きく縦へ、伊藤、長いボールを送ります。ここはつながりません。サイドチェンジ、ここで受けて縦へ送る。ディピッチ、知念、知念、ふわっと裏を狙う。サイドのスペースを使いますが通りませんでした。キーパーから前線へ、上田、ここはカットします。おー、いい形じゃないですか。さあ来たか、ふわっとしたボール、ここでどうだ、ここはキーパー処理しました。ここで長いホイッスル、前半終了です。結果前半1対0、鹿島まずは1点先制して折り返す前半となりました。まだ1点差ではありますけど、しっかり守れてましたから内容としては良かったですよね。あとは相手が来たところでボールを奪ってもう1点という確実なサッカーをしていくのも方法としてはありですよね。鹿島アントラーズ対ジュビロ磐田、鹿島が1点を先制して折り返します。後半参りましょう。鹿島 1-0 リードです。上村、松本へ、山田、ここは通しません。おー、いい形じゃないですか。さあ一気にカウンター、藤井、この柔らかいパース、岩田は、あわい、おっとチェックを受けますが、通しません。いけるか。さあどうだ、チーム、いや、追加点、アントラーズ、いや大きな追加点。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、基本になるような見事なカウンターアタックでしたね。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。磐田はここでベンチが動きます。さあ鹿島得点を重ね2対0という展開。鹿島としては 2-0 リードは大きいですよ ね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができてるってことなんじゃないかなと思いますね。なるほど、もうこれでしょ。さあどうする、サイドへ、ここはつながりません。ここで受けて縦へ送る。さあつながるか、名護、裏のスペースを狙う。いいボールですね。これはよく触りました。こぼれてルーズボール、拾えるかな。さあどうだ、いいプレッシャー。
岩田としては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね、スピードのある選手に裏を取られると、決定的なピンチになりかねないですからね、はい、ただ気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使わないように中盤の選手がカバーすることが大事になってきますよね。俯瞰してものを見るというこれまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。鹿島は選手を変えるようです。先ほどゴールを挙げたんですが今日はここで下がります。キーパーから前線へ、このボールに触ります。松原、ボールを下げてリズムを作るか。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。鹿島としては守りに行くのか取りに行くのかチームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。左サイドを上がっていきます。さあどうだ、これ仕掛けるか。いいプレッシャー、大きく縦へ。さあここでカウンター、これ入るか。チャンス、超えた。もうこれいいでしょ。ボール受けて上げる、タイミング合いませんでしたね。これはちょっときついパスになりました。両チームともメンバー交代があるようです。知念、今日は得点を取りチームに貢献しました。大きく前線へ、ここは通しません。キーパーから前線へ、おいい形じゃないですか。裏を狙う、スルーパスを出す。これはつながりませんでした。いや少しいい形になりかけたんですけどね。カット、もうこれいいでしょ。わっと来た、1対1。さあどうだ、シュート、決まった、追加点、ホントラス。いや3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もここぞという瞬間でしたよね。一本抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、もう何かこうゴールを奪っていくぞという勢いのあるようなスルーパスですよね。さあ鹿島、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。藤川パスでつないで攻め込んでいきます。これはなかなかこじ開けられない。雨でしょうか、ピッチ上雨が降ってきたようですね。あ、降ってますね。滑りゲーです。3対0、鹿島一方的な勝利、結局相手を寄せつけませんでした。さあ北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。鹿島としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですかね。そうですね、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。